Thank you.
福田信正選手に福田選手のお子様から花束が贈られます。最後に土上直道選手のお兄様であり、最後にそれぞれの選手がお世話になった恩師、関係者からの花束贈呈となります。まずはじめに土上直道選手が子供の頃にお世話になりました名古屋北リトルリーグ監督の野道輝雄さんから花束が贈られます。現在は主に少年のスポーツ障害に重点的に取り組むなど選手の心技体を支え続けています。続きまして、福田信正選手へ、母校横浜高校野球部元部長の小倉清一郎さんから花束が贈られます。2006年の選抜高校野球大会では小倉部長、渡辺監督のもとキャプテンとして全国制覇を成し遂げました。最後に大野翔太選手、谷本圭介投手へ、北海道日本ハムファイターズ前監督の栗山英樹さんから。
小林さん、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 そして栗山英樹さん、ありがとうございました。